まだ少し痛むの。こりゃ無理はできんわい。おじいさん、お久しぶり。おや、なんじゃお前さんか。相変わらず元気そうじゃな。前に会ったことがあるの？うん、ちょっといろいろとね。ご無沙汰してたけど、おじいさんは元気だった？まあまあじゃったが。と、どうしたの？あんまり元気そうじゃないわね。ここのところ腰の痛みがぶり返してきてな。体を曲げようもんなら途端にズキズキしよるんじゃ。随分と辛そうね。お薬とかはもらってないの？もう長い付き合いじゃ、今さら治そうとは思わんよ。ただじっと静かにして収まるのを待つだけじゃわい。まあ本当はそんなに休んではおられんのじゃが。え？何か用事でもあるの？実は大切な仕事が半端なままになっとるんじゃよ。灯台にもオーブメントが使われておるのは知っとるな。そのパーツを交換したんじゃが、まだ試運転ができておらんのじゃ。あらら、それは困ったわね。ま、じゃがこれは責任重大な仕事じゃからな。人様に頼んでしまっては灯台守として立つ瀬がない。じゃから腰をだましだましゆっくりやるつもりじゃよ。そっか。でも無理はしないでね。悪化させちゃったら大変よ。それなら心配無用じゃ。体のことは分かっておるからな。おっと、いかんか、うっかり話し込んでしまったわい。それではの、お前さん方も頑張るんじゃぞ。うん、ありがとう。それじゃあお大事にね。おっと待った、危うく忘れるとこじゃ。ん？どうかした？さっき話した試運転の件じゃがの、そのやり方の説明書がそこの本棚に入っとるんじゃ。もし興味があるんなら好きに見てくれて構わんぜ。え？ああ、うん、わかったけど。大事な仕事といってもスイッチをひねるだけじゃ。説明書さえ読んでしまえば多分誰でもできると思うぜ。これはひょっとしてすごい遠回しにやれって言ってんのかしら。ひょっとしなくてもそうでしょう。ん？どうしたんじゃ？ううん、なんでもないわ。それじゃあね。
やってくれたようじゃな。あとは放っておいていいの？うん、試運転モードになっておるからの。そのうち自動的に止まってしまうはずじゃ。あ、それなら安心ね。それにしても大したもんじゃ。あの説明書だけでよくやり方が分かったの。かなり分かりづらかったけどね。おっと、止まったみたいね。うん、無事にテスト完了じゃな。いや、お前さん方には世話になってしまった。わざわざすまんかったの。ううん、いいのよ。ええ、お礼はいらないから腰の方を早く治してちょうだい。いやいや、そうは言うが、それではわしの気が済まん。これを持っていくがよい。あ、これって、うん、海釣り用の餌じゃよ。この灯台の岸壁でも意外な大物がかかる時がある。もし暇があれば試してみるといいじゃろう。ありがとう。それじゃあ私たちはもう行くけど。もう他にご用はない？うん、もう他に用はないが、しかしそう尋ねるのは大事じゃぞ。近頃にしては珍しく気の利く遊撃士もいたもんじゃ。どういたしまして。その気配りをこれからも忘れんでくれ。それでは達者でな。
ここなら何か釣れそうね。知らないわね。
Thank you.
ここを越えるとボース地方ね。他の地方に寄ってる暇はないわ。ルーアンの仕事に集中しましょう。ここなら何か釣れそうね。これが真の実力。これが真の実力や。
そこや。いや。だらしないわね。はっ。そら。せい。いや。そら。これが真の実力や。Thank you.
だいけるわ。